とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、きらぼしラビリンスの隠し部屋を探したいと思います。あるっていうのは知ってるんだけども、どの辺にあるのかっていうのがいまいち分かってないので、今日は探したいと思います。極で行きましょう。はい、ここに隠し部屋があるっていうのは知ってるのよ。知ってる知ってる。だって横にね、宝箱があったりするんで、そこの入り口みたいなところでしょ。なので今日は全て発見したいと思います。どういう感じなのかな。トイレみたいな感じなのかな。横にこそっと入る場所が隠されてるみたいな、かもしくはどっか壁が回ったりしたりするのかな。なんだろう、なんか今光った、壁光ったよね。ほら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 、壁が光った。わかりやすい。こういうところに隠されてるわけね。ほう、これはわかりにくいわ。まあとりあえずここのフロアすべて見ていきましょう。一つのフロアに何個かあるタイプなのかな、それともいくつかもう決まってるのか。うん、公式サイトのところに隠し部屋があって、隠し部屋には経験値ボールとかが隠れてるから、レベルアップにもおすすめっていう風に書いてあった。この辺か。あ、なんかね、体はね、若干めり込むのよね。若干めり込むんだわ。あー違うな。バク転しても入ったりはできない。壁になんだ、こういう物がかけてあったりするところには入れないのかな。これはどう。はい、まあとりあえず1個は見つけたね。次の回行ってみようか。ここは、あ、ここもありえるな。あ、でもな、こういう絵画とかが貼ってあるところには入れなさそうだね。あ、こういうところには入れない。入る目印っていうのがおそらくあの星マークだよね。星マークがあるところに入れるんじゃない。ないね。でもまあもしかしたら別のところ入れるかもしれないんで、ちょっと念入りに調べていこう。ないな。ないね、ないね。いきましょう。こっちにも特に何もなさそうだよね。あの星がやっぱり出てるところにあるんではないかな。あそこが怪しい。ここは特に何もなしか。ここは、あ、ここは違う。倒した。おお、やるね。特に何もないですね。こっちに入っていったりもできないね。ここの階にはちょっとないのかな。まあ、次の階行きましょう。よっしゃ、こっちか。あ、ちょっと待って、宝箱ある。なんか俺がおかしいと思ったの。あっちにも部屋があるね。こっちの部屋はなかなか来ないよね。どこだ。お、なんかアイアンメイデンとか置いてある。
人ないね。あった、星だ、星、星がキラッと出てきたからすぐ分かったね。お、中継現地ボールが3個。まあ確かにレベル上げをするにあたってはまあ美味しいのかな。では次の3階層に行きましょう。ここはどうだ、多分このね、絵が貼ってあるとこ何もないのよ。絵はない。てか入れるところは星マークが出るんで分かるよね。よし、そこだ。まあどんどん進んでいきましょう。あ、星マークあった。ここか、決まったね。ここね、はいはいはい、ありましたありました。これはどう、なんかあるここに。いや別に何もないのか、ただの置物があるっぽいです。ちょっと他も探してみよう。特に何もなかったね。で1階層ごとに1つずつ隠し部屋がある感じでした。まあボス倒して終わりにします。サクッと終わらせる、簡単だもんね。うん、ソロで行くのを考えるとやっぱこの仲間たちで行くと断然早いし、もうやっぱりブルームーンだよね。ブルームーンが強すぎて。じゃあ、でしかもここはブルームーンが超適正なんです。楽勝です。で次も行こう。どんぐらいで終わるだろう。まあ1分以内に倒し終わるんじゃない。ソロで来るとね、この雑魚敵を倒してアイテムたくさん入手できるからね、それはそれで美味しいんだけどね、それはそれで美味しいんだけど、やっぱ時間がかかるんでパーティーで来た方がいいよね。はい、あ、さすがにブルーストリーム13秒で打てるんだけども、さすがに連射はできないか。プラズマー、よし終わり。はい、まあ今日はキラボシラビリンスで隠し部屋探してみました。3箇所見つけたかな。他にもあるかもしれないけども、とりあえずこれだけ探すことができました。それではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。